はい。坂上でございます。できる社長シリーズです。できる社長は褒めると思っています。どういうことかというと、やっぱり小さいことでも、ああ、それいいねっていうふうに言える人、そういう社長の会社っていうのはやっぱり社員が伸びると思うんですね。 例えばテニスをやってるとしても、私に対してね、お前ここがダメだ、ここがダメだ、ここダメだって、あれもダメじゃねえか、なんでや,やってねえんだよ、みたいな話じゃなくて、あいいじゃない、今のショット、あ、それ良かったねって、あれをちゃんとボール見てたよねとか、細かい事柄でも褒めてくれる人っていいですよね。実は、えー、とセレナ・ウィリアムスという女性で過去最高の結果を残した。 え、女性テニスプレーヤーのコーチが村戸グルーさんっていう人なんですけど、この人最近 YouTube とかいろんなところに出てますけど、ものすごい褒めるの。すごいもうびっくりしますよ。子供とかがちょっと上手くなったら、こうやってやるんだよって簡単に教えてあげて、ワーオスーパーウふフーとか、グッドとか。 ベリーベリーグッドとか、ずっと褒めてんのなんかもうお前漫才やってんのかみたいな感じなんですけど、そういう感じになれるといいなって僕はあの人を見て思いました。ああ、そうかって。世界一流。つまりセレナ・ウィリアムスって確か100億ぐらい稼いでると思いますけど、その人のコーチって、ワーオとか、ベリーグッド。すごいよって。さすが天才だとか。ずっと褒めてくれるんだもん。やる気になっちゃうじゃないですか。 いや、ここができない。いや、大丈夫だと。君ならできるんだと。やってごらんよっていう人に、皆さんにもなってほしいっていう感じなんです。そういう社長のもとで働く人と、あれがダメ、これがダメ、それがダメ。だからお前は言って、言った通り、なんでやんねえなだっていう社長の同じ人が違う社長のとこ行ったら違う風な結果が出るはずなんですよ。そういうものがあるということです。そしてさらにもう一つ申し上げると、今ここで、 我々はオンラインサロンをやってますが、そこのブレイクアウトルームとかでも、私から皆さんへのリクエストなんです。必ず1個褒めてあげてほしいの。あさっきのあれ、よかったですね。とか、誰でもいい、1個でもいい、なんでもいいから褒める、今年のテーマを人を褒めるということ、1個でいいですから。1つ注意したら2つ褒めるぐらいな感じか。ごめんなさいね、これは会社であれば、会社だったら言わなきゃなんないことがあるの。ちゃんと時間通りに来いよとか。 でそういうものを言ったとしたら、でも君はこの、昨のはちゃんと守れてたよねとか、こういうところはいいよねって、でもちゃんとこれは守ってねっていうような、守るんだよ、これをって、こうやってほしいんだよ、でも君はこういうところがいい、こういうところがいいっていうふうに、1個何か言うんだったら2つぐらい褒めるぐらいの気持ちで言ってほしいってことです。これが完璧にできる人なんかいないっていうのは分かった上で申し上げたい。 でもちょっとは褒めてあげてほしいっていう、そういう感じを自分の人生の中に取り入れることによって皆さんの人生が間違いなく良くなると私は信じています。それができる社長の一つの特徴だと私は思っています。